今度は誰が来るつもり？あんたなら初撃をかわして後ろから固めて5秒ってところね。あんたはなんか持ってそうね。それ次第で10秒は持つかしら。あんたは大したことないわね。3秒持てば褒めてあげる。じゃないわよ。一体いつまでかかってるの？すみません、あと少しなんですが。余裕はあるから大丈夫よ。すみません、本当に助かります。俺もキララ先輩くらい効率よくできればいいんですが。私？ええ、
いつもいろいろと手伝ってもらうじゃないですか。その度に思うんですよ、キララ先輩はどんな厳しい任務も状況も鮮やかにこなしてくれるなって。俺本当に憧れてるんです。この人なら任せられるって思われるようなキララ先輩みたいになりたいって。そのためには甘えてばかりもいられないって思うんですけどね。とこいつか。言われたって嬉しくないんだからね。あんたが頼りになるようになるなんて100年早いっていうのよ。ま、それまではこの先輩にどーんと任せておきなさいって。お願いします。あとこの鍵を開ければ手に入るんだ。頑張んなさいよ。さて、次は何かしら？魔獣？魔族？それとも神様かしら？あんな風に言われちゃったら、誰が相手だろうと負けられないわよね。あのお店に寄っていかない？ちょうどディナーの時間でしょ。今回のお礼ってことで、あんたのおごりで。勘弁してくださいよ。あそこめちゃくちゃ高いじゃないですか。じゃあ仕方ないな。ここは先輩の私がおごってあげる。